ソフィーとの激戦の後、ムヒョは連が尽きたため虚脱状態になってしまった。そしてもう一つ、この時を待っていたんだ。信じたくない、信じたくはなかった。でもリオ先生の肌には反逆者の印が刻印されていたんだ。そういうことかよ、円柱についてお前もか、リオ。金魔法律の呪文を唱え、容赦なく攻撃してくるリオ先生。夢なら覚めて。本当にな、俺もそう思う。間一髪のところで与一さんに救われた。でもなぜリオ先生が。与一さんによると、悪霊に襲われたお母さんを教会は見殺しにしたらしい。殺された。みんな獣だ。なんで。私はこれからママこの世のすべてを呪う。師匠は間違ってます。お母様が殺されたのは汚い人間たちのせいだと僕も思う。でもそれを憎しみで返すのは間違ってる。もう戻れない。さようなら、ビコ。弟子であるビコさんの懸命な説得にも耳を貸さないリオ先生。金魔法律によって地獄の使者に魂を売った者は二度と人には戻れない。でもムヒョならきっと先生を救ってくれる。リオ先生、急いで。ムヒョが何かしようとしている。ムヒョの策とは。金魔法律の契約を交わした使者を倒し、契約を白紙に戻す。本当は円柱のために取っておいたらしいこの方法は、過去に試した人は一人もいない。でもリオ先生を救うため僕たちは少ない可能性にかけていた。そして。本当にムヒョはしぶといね。円柱、よくも師匠を。もうほとんど人ではなくなってしまった円柱。そして魔監獄に現れたティキが囚われていた霊たちを解放してしまう。霊たちの塊に飲み込まれる僕とムヒョ。薄れゆく意識の中でリオ先生の言葉が頭をよぎった。ムヒョを助けるために札を使うんでしょ。迷う心に札が答えてくれるはずがないわ。なんとか危機を脱したけれど、僕たちに戦う力はもう残っていなかった。こんな終わり方、僕は認めないよ、ムヒョ。そう言い残し、リオ先生を連れ去っていく円柱。それを見ているしかなかった僕たちは強く誓った。必ずリオ先生を助けると。